ットで遊んでみましょう。真ん中に立っている人が鬼です。鬼が帽子をかぶっている人といったら帽子をかぶっている人が移動してください。靴を履いている人といったら靴を履いている人が移動してください。メガネをかけている人といったらメガネをかけている人が移動してください。何でもバスケットといったら全員が椅子を移動してください。それでは遊んでみましょう。メガネがかけている人、おてんとげしている人、何のバスケット。あ、負けた。如果您对于日文与日本文化的入门教学有兴趣，或者您是中小学教师，希望透过日本文化学习丰富学童的世界观，欢迎加入我们的 FB。更多日文教学资源公开在教育部教育云，请看影片下方说明哦。